ではコンテナトラックの動かし方についてご案内します。まあ、リモコンここに電池入れますね。そしてオンにします。これこっちと連動してないときはここピカピカ光っています。こちら前の方はここにあの黄色いバッテリーを入れてオンにすると、オンにするとピカピカ光ります。そしてこちらなんですけど、ここ後ろに止めるところがあるので、これを全部外すとこう上下に分かれて、ここですね、ここ開けていただくとここに電池入れますね。そして電池を入れてスイッチをオンにするとピカピカ光ります。これで準備できました。これすいません、荷台は取ったままであります。これですね、みんなそれぞれ電気が入った状態でバインド1の方を押すとピッピッって言って、こちらとこちらが連動して動きます。動きました。でこれちょっと音消しますね。長押しするとこの音量ボタン長押しすると音が消えます。これでこっちが動くようになりました。そして今度バインド2の方を押すとですね、今これとこっちがつながりました。こちらはこれのジャッキっていうんですかね、これが上げ下げできます。今これ下がってますね。これ今上げ下げがこれでできるようになりました。でまあラジコンの動きとしては前に進むとかですね、こうタイヤが動くとかいうのは多分もう分かると思うので、このこちらとこちらのつながる時の話なんですけど、なのでこうバックしていい感じのところまでバックをして、でこれさっきのこの動きでジャッキの高さを上げ下げしたら、これですね、もうちょっと下がるこっちですね、だからつなぐ方を押すと、ここ取ってもらえますかね。ここ押しながらここ押すの、これが動いてるのが分かりますかね。これがこっちからこっちにぐーっと移動してるんですよ。あ、引っかかったかな、これ。これでおそらく引っかかったから、あ、失敗しました。もう一回やります。これちょっと、今これほら、ここ動いてるじゃないですか。今もう一回戻して、外した状態にして、ちょっと手でやっちゃおうか。これからかな？これでいいかな。もしたら、これ、ちょっと、一番まで上げてこれぐらいにして、でこれただここがですね、こっち側に行って、である程度のところまで行ったら多分もう止まるんで、止まったらよいしょ、あれ？難しいね。